防災減災豆知識、初期消火の時に必要な行動、時に人の命を奪う火災。皆さんは火災の被害を最小限に食い止める行動は何だと思いますか？今回は火災を発見した時に取る行動についての豆知識です。もしも住宅の中で火災が起きた場合、初期消火が可能なのは炎が天井に燃え広がるまでです。火災発生から炎が天井まで燃え広がる時間はおよそ2分30秒と言われています。そこで火災に気がついたら、まずは火事だ火事だと大きな声を出して、なるべく多くの人に火災に気づいてもらいましょう。こうすることで救助や初期消火を手伝ってもらうことができます。また大声を出すことで自分自身を落ち着かせることにもつながります。その後は速やかに消火器や三角消火バケツなどの消火用具を使って初期消火を行いましょう。火災発生直後の迅速な行動は被害の拡大を防ぐことにつながります。火災が起きたら大きな声で知らせよう。